デメ裏に聞きたい。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、デメ裏に聞きたいコーナーということで、今日もビシッパシッと熱く語っていきたいと思います。専門家のデメさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、1本目でございます。ね、よそいも新たに、春の訪れでございます。皆さんが見てる頃には寒いかもしれないけど、またね。ということで、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ちょっといろいろ、ね、メンバー限定の方で話しちゃったからね、髪が赤くなってたりとかいろいろありますけれどもね、よそいもちょっと薄着で、お届けしておりますが、大丈夫ですか？アンパソラ、アンバサダーちゃんと来てますよ、ね、7見てるか、なんかまだ会ってないですか？なんか書いてましたよ、アンバサダーちゃんと仕事してるかがちゃんと見てみたみたいなこと書いてましたよ。本当？あのちょうどほら、パドックの、公式 X の、はい、この間、中古市場の方で1万人超えましたけど、はいはいはい、メインの方のアカウントがまた1万人超えたということで、はいはいはい、あれはガンちゃんかな書いたの、わかんないけど、うんうん、またなんかイベントを企画したいということでございましたので、好きですね。それになんかリツイートしてたのかな、ほう、 リポストわかんないですけど、はい、ほう、わかんない、どれだったっけ、忘れた。なんかチラッと見て、アンバサダー仕事してっかみたいなこと書いてあったような気がしてるわ。まず新年の挨拶来いよボケってまだ会ってないんですよ。はい、はい、じゃあ、まあこのコーナー続けていきましょうかね。はい、ということで、このコーナー皆様のお悩みご質問に答えるコーナーとなっております。年末年始でね、たくさんのお悩みご質問をお寄せいただいたんで、ちょっと返答期間が伸びておりますけれども、ぜひこの機会に皆様のお悩みご質問を投げかけていただけたらなと思っております。さて、今回はメンバーさんからのご投稿、コメントでございます。デメウラが商品化してほしいと思うエアガン、デメウラに聞きたいコーナーへのコメント、小西信之さんからのコメントですね。ありがとうございます。またまた質問ですいません。いえいえ大丈夫ですよ、いくらでも。デメさんとウラさんがユーザーの立場で買うときは価格もあると思いますが、何を基準にしますか？僕も業者側として、参考にしたいので、ここら辺までね、私はエアガンの話だと思ったわけですよ。はい、ほうほうほう。デメさんと浦さんが最後に購入したバイクの決め手等を教えていただけたら嬉しいです。エアガン関係ではないのでスルーしてもらっても大丈夫です。はい。はい。もう最後の決め手。はい。最近買ったのは PCX か。はい。決め手楽。壊れない。通勤の快適性を上げる、はい、価格帯。はい。あとはメーカーがすごく俺の中で整ったんだよね。はい、まあご存知の人もいるかもしれないですけど、自分今バイク乗ってるのがホンダが2台なんですけど、なんかね、バイクのホンダのイメージが、好きなんですよ。こうなんか本当言葉選べって言われるかもしれないですけど、バカでも使えるバイクを作ってくれるって言ったら変なんでしょうけど、こうなんですかね、癖をあえて殺すっていう方向にすごいしっかり作ってくれるので、一般受けするのと、こう耐久性の部分も実証がされてたりとかもするので、だからホンダの考え方とかはすごくこう、考え方というか、そのメーカーのね、努力とかすごく僕は好きで、なんか応援したいなっていうのと、あとは F1 に参戦してるっていうのもあって、まあ、全然部署は違うんでしょうけど、バイクの部門とは違うんですけど、まあ、ホンダ車はね、僕はちょっとスバルが好きで乗ってるんですけど、まあ一番はこう、そういうなんだろう、安定性を僕は求めてるのかもしれない、性格上かもしれないですけど、別に最高速出るからすごいとかじゃなくて、なんか便利、使いやすい。 PCX で最高速って言われても怖いですけどね。そう、すごく快適、300何十キロとか PCX で出したら死んじゃいますから、ね、全然止まらないみたいな、全然不便がないですね。まあまあ通勤快速ですね。まあまあ私はまあ一応今1台しかね持ってないんで、 YZF、うん、R
YZF って書いて今ついてないのか、うん、R25 ですね、はいはい、うん、ヤマハさん的に言うと R25、うん、の前のモデルですけどね、現行じゃないですけどね、載ってますけど、まあ、元そが SSK がずっと載ってて、まあ、一番乗らなくなる前は R1、YZF-R1 乗ってたんで、その流れでリターンライダーするときに、じゃあやっぱヤマハの SS、まあ、今 SS か、SS って呼んでますけど、昔はレプリカってね、うん、呼んでたような時代にそういう系乗ってたんで、今でもやっぱり好きで、それにしましたね。ただ次は違うのいいかなと思ってますけどね、 V ストロームとかちょっとオフ系のやつがいいかなと思ってますけど、まあヤマハもホンダもスズキも川崎もあとアプリリアとか乗りましたから、まあまあ何でも乗れるけど、バイク車がそうねデミさんの真逆、車が乗りやすいのがいい、うん、でバイクはちょっと癖のあるのが好きっていう、だからホンダはもう乗りやすすぎちゃって面白くないなっていうね、うん、ホンダも乗ってましたけど、やっぱいいバイクですけどね、いいバイクだなって、ちょっとヤマハぐらいが僕は好き、うん、うん、まあ特にねコーナリングバイクみたいなのが好きですよね。それでまあ R25 にしたっていう感じですかね、うん、まあリターンライダーするのにね、もうほらうちのねメンバーの難波聡がですね、マネージャーの、うん、バイク欲しい、うん、で始まったから、えみんなでツーリング行きたいのでその時ほらデメさんぐらいしか持ってないんですよね、バイクね。そうですね、うん、で俺もまあ免許は持ってるからあとバイク買うだけだけど、バイク買って、クマちゃんなんかね免許を取ってバイクもね買いましたけど、まあそれでデメ流バイク部がね広がってった、まあ広がって、まあ、元から持ってたメンバー免許は持ってたけどもバイク持ってないからじゃあ買おうかなとか、うん、まあ持ってた人もいましたけど、ポチちゃんなんかね持ってた ね団長なんか大型に行きましたからね、どっちもそうだよね、中面取りに行って大型は取って、うん、バイクすごいね、難波聡の一言から始まってるんですよ、みんな。そうだね、ある意味ね、うん、まあなんか佐藤ちゃんは応援したくなる感じのポンコツさがあっていいよね。まあそんな本人もね、どうこれからバイクどうするのかわかんないですけど、もうだって何年、まあ、5年ぐらい、うん、え5年経ってないね、3年4年目ぐらいかな、そんなもんだよね、うん、いやね、人それぞれじゃないですかね選ぶ基準まあやっぱりまあ、俺もまあ好きで、まあ、思い出の系統だからっていう感じかな。うん、デミさんはホンダ。そうだね、バイクはもうホンダ一択に今なっちゃってますね。もうそれまでね川崎にも乗ってみたけど、なんだろう、やっぱこうバリウス、バリウスでしたね。ありましたね、止まらない止まらない止まらなかった。まだアイコン乗ってない？乗ってます乗ってます、まあ、2台ニーヤンにいいよって譲って、あ LINE とかのアイコンそうですよね、2台乗ってる、ちょうどこう、うん、写真の上がってますよね、うん、バリオスも乗って4発ですね、ずっとニーハンの今。ああまあでも、まあ立体行きたくないのとか言われるけど、行きたくないし別に行こうとも思わないですね。立体乗るんだったら俺は車乗るかなっていう。で今欲しいのは660あたりですよ。車そうですね、バイクはもう結構上がりです、はい、ああ俺でもどうかな、ちょっと大きくてもいいかなと思ってるけどね、楽に。別に飛ばすわけじゃないからね、もうね、ゆったり乗るのに2班だとどうしてもんでーっていう感じはあるから、まあフルに使えて楽しいですよね、逆に言えばね。うちのメンツと走ってる時にはほぼフルってのもないけどね、80キロ高速の100キロぐらいがまで行くのにね、こうフッてこう回す感じがね、はあ、こう目いっぱい回してもさ別にそんな加速しないじゃないですか。しないね、うん、
でもまあ会計量が大きいからこうパッとペッとパンとこう、まあまあまあ、いきますから楽は楽です。長距離はね、長距離さすがに2班疲れるからね、うん、振動とかもね。そうね、まあ、それったらもう車の方が楽じゃねえかって話になっちゃうんですけど、いやー PCX 楽なんですよ。いやだからね、もう気をつけないとね、 PCX だらけになっちゃいますからね、本当楽だって言ってみんなそれで通に PCX150 で高速も行けるからって言いながらね、楽なんですよ本当に。もうだからみんなのツーリングで俺が一つの決定は高速乗れないだけですから。だから次もし乗り換えるとしたら150、160だから160であるんでね。そうです、はい、そっちにします。そうすれば最低限ちょっと高速が乗れるからと、あみんなもう目的地は上がってるから行っちゃっていいよって言って、俺多分高速ギリギリの80キロぐらいでビーって。分かんないけどね、 PCX 乗ったことがないから高速どのぐらいの感じなのか分かんないですけど、まあ便利だなと思いましたけどね。結構いっぱいいっぱいなのか余裕なのか分かんないけどね、まあ、いっぱいいっぱいっていうのよく聞くよね。ああまあ比べちゃうとでしょうね、うん、まあでも、うん、それもまた楽しいから、また欲しいものがあったら欲しいっていうのをバイクは結構買っちゃうタイプなので、低排気量の方が何かにつけて楽しい気はする、うん、まああの50で2段階右折がないだけでかなり楽ちんになって、でも一番楽しかったのは50だよ。そうだね、うん、バイク、まあ初めて買ったってのもあるんでしょうけど、初めて乗っていろんなとこ行けるのは、まあ、原付のね 50cc のバイクだったのは一番やっぱ何かにつけて楽しかったかな。楽しかったね。今はそう思い返してもやっぱ一番楽しいバイクは50。80カブで旅した。カブ今度あでも小金持ちですから何台持っててもね。いや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 何台も持てない。 PCX とガムまでもそれだったら大きいの1個買うよね。でちっちゃいの残しとくって感じ。あまあまあ大体バイク好きの人は何台かねやっぱ乗りますからね、人によっては何十台も持ってますって言っていっぱいいますからね。はい、ということで参考にしていただければと思います。ありがとうございます。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。